今日は神戸製工が建設している石炭火力発電所の環境影響評価に対する環境大臣意見に対して経済産業省が事前に変更を求めていた問題について質問します神戸製工はすでに神戸発電所の2基計140万キロワットを稼働させており加えて神戸製鉄所の構内に新たに2基計130万キロワットを建設し稼働させようとしています合わせて4基 え、二百七十万キロワット、大量の CO2 とともに硫黄酸化物、窒素酸化物、バイジンなど大気汚染物質を出します。資料一は新たに石炭火力発電所が建設される場所を上空から撮った写真です。神戸市浪区の住宅密集地に文字通り隣接して。 作られることになりますでこの赤線で囲んだあ製鉄所の敷地と住宅地との距離は100メートル、えー、黄色線で囲んだ発電所予定地との距離でも400メートルしかありません、資料にはですね私が昨年、現地に調査に行ったときの写真ですが、立ち並んでいるこの高層住宅の高層階のベランダから撮影した写真ですが、ご覧のように高速道路を挟んで、ですねもう目と鼻の先に神戸製鉄所があります。コーーナがよく見える距離なんですね私は率直に よくこんなところに新たに石炭火力発電所を作るなとよくこんな計画が認められたなと思いました。えー、資料3はですね発電所に関わる環境影響評価の手続きのフロー図であります。 発電所の環境アセスメントは、環境省所管のアセス法の特例で、経済産業省所管の電気事業法に組み込まれ、経産省の管轄で行われることになります。ご存じのように、アセスには配慮書、方法書、準備書、評価書の四段階がありますが、環境省は配慮書と準備書の段階で二回、経産省に意見を述べることができることになっております。これは資料四に示した一般的な環境アセスのの手続きとと比べると発電所のアセス は環境大臣がが意見を述べる機会が少ないというところがですね、この神戸製鉄所の構内に新たに作る石炭火力発電所の亜設では、この2回しか述べられない環境大臣の意見に対して、経産省が事前に注文をつけ、環境省が指摘した環境保全上重要な問題点の記述が削除されたり、表現が交代させられたりしていることが分かりました。えー、この資料5からです、ねえー、9までにその、えー、やり が生々ししく記録されたた環境省のの文書の抜粋を載せておきました私、これ見てです、ね、まるでテストの添削のようだと思いましたね、もう大事なところが線引っ張られて、赤い線で、ね、消されたり、書き換えられたりしてるわけですよで。具体的な中身を見ていきたいんですが、資料5を見てください、これは事業実施予定区域がどういう場所かに関わる環境大臣意見であります。 上段の赤枠で囲んだ部分にある事業実施想定区域は人口密集地帯に隣接地という記述があります。さっき写真でご覧にいただいご覧いただいた通りの指摘です。まさに人口密集 地帯に隣接しておりますでこれに対し、経産省は一時意見で、人口密集地帯という記述については、客観的基準に基づくものではないとして修正を求めている。客観的に誰が見ても人口密集地帯でしょう、うこれは。辞書引いても人口密集地ってのありますよ。それに対し、環境省二次意見、環境負荷の回避低減に従前を期す必要性について、事業実施想定区域の背後地の状況から述べたもので、より具体的な記述に修正する。まあ の環境を低減する必要があるというそういう立場からこれ書いたんだとか当たり前の当然の主張だと思いますそして環境省は赤枠に戻っていただいてこの青い河川部にあるように人口150万都市である神戸市に位置しという具体的な記述に修正をいたしましたそしたらまたですね経産省二次意見は人口150万都市であることが人の健康の保護及び生活環境の保全が求められるための必要な条件ではないと考えられるとして この記述は削除されたいと、またの求めてるんですね。開いた口が塞がらないと、私はこのことだと思いましたね。環境影響評価に際して、事業実施予定地がどういう場所かを考慮するのは、最も重要なことであります。人が誰も住んでいない、砂漠の真ん中で石炭火力発電所を作るのと、神戸市のど真ん中に作るのでは、人の 健康や生活環環境境へのの影影響響は全くく違違いますす同じももを作っっって影響は違ってて周辺によるんですねだから人口密集地帯とか、人口150万都市という記述は、環境への影響を評価するにあたっては不可欠の要素だと思います。それにあれこれの理由をつけて、私に言わせれば理由にもならない難癖をつけて、削除を求めるというのは、最初からまともなアセスをやるつもりがないということだと、経産省、そういうことですね経済産業省大臣官房、後藤審議官。はい 環境影響評価法および電気事業法に基づく環境アセスメントにおきまして、環境大臣の意見の発出にあたりまして、事前に経済産業省と環境省の間で,です、ね、事実関係や技術、制度などに関する確認をしておりさせていただいております。これはあの事業者において環境アセスメントの結果を踏まえた環境保全措置が適正に行われるようにするために必要なことというふうに認識しております。 おります適切に行わせるためにだったら、この人口密集地とか、人口150万都市っていうのは、削除したらあかんじゃありませんか、ちゃんとさせようと思ったら、それ削除させてるんですから、言ってることでやってることは違いますよ、資料6を見ていただきたい、これは事業実施予定地が過去に深刻な大気汚染による健康被害が発生した地域であり、現在も大気汚染に関わる環境基準を達成していない地点が存在することを述べた環境大臣意見であります。ところが赤線で 囲んだ部分本事業に対しては、地域住民等が兵庫県公害審査会に公害紛争処理法に基づく調停を求めるなど、大気環境保全の観点からも懸念が示されているという、この記述について、経産省一事件は、あたかも国が調停への申請内容を是認するかのような誤備も与えかねず、また実際以上の規模の方々が、 朝廷を求めている印象を与えかねないことから削除を願いたいとこう言ってるんですね目を疑いました何でこんな認識になるのかあたかも国が朝廷への 申請内容を全員するかのような語尾を与えかねずと言いますけど公害調停の申し立てがある事実を述べることがなぜそんな認識なのなりようがないですよなぜこの地域で公害調停が起こったのかこの地域はかつて工場や国道四十三号線など大気汚染が深刻で公害認定患者もたくさんいる地域ですでそうした方々が私たち患者はこの神戸の製鉄所の跡地にまた石炭火力発電所が作られたら症状が悪化しないか不安があるとそういう立場で 公害調停の申し立てに加わっておられますその数は255人です、それをです、ね、10歳以上の規模の方々が調停を求めている印象を与えかねないというのは、私は、公害患者の皆さんの思いと行動に対する冒涜だと率直に言わなければならない、と思っております。患者の皆さんは、小さな子供やお年寄りが新たな患者にならないか心配と声を上げて、これまでも企業に環境対策を取らせる、えー、活動を懸命にやってこられたんですね。 ですからね、人の健康や生活に与える影響を考えるときに、社会的な観点、あるいは歴史的な観点を踏まえて考慮するのは当然だと思うんです、経産省に伺います。経産省はそうではないと、環境影響評価に社会的な観点、歴史的な観点は必要ない、そういう立場ですか。調停の内容について、誤謬を与えかねないということについての懸念を述べさせていただいたものでございまして、また、アセスメントの手続き、 がですね、公あ外調,調停によって、えーえー、とは別手続きであるということもありまして、えー、このような意見を述べ,述べさせていただいているものでございます山下君。ちょっとかみ合わないので、もう一遍聞きますけど、なんですか後藤審議官。どうぞ。 時間を止めてください後藤審議官。はいえー、この,あの公害の問題についてはあの、調停の委員会で第三者的、専門的に、えー、公害なのかというのをあの別手続きでしっかりと、えー、進めていただくというものでございまして、アセスの、えー、このお図書、えー、意見において、えー、記載する必要がないという認識で書かせていただいております。 山下君だからそれがおかしいんですよ、調停は別なんですよ、アセスとはね、別なんですよ。別なんだから、このに書いたってね、何の影響も受けるはずないんですよ。それをこんなふうにね、あえて削除させるっていうところに、社会的な問題、そして歴史的な観点、これ、全く無視していいと思ってるとしか思わざるを得ないんですね、経産省は。それでまともなアセスができるはずがないと思うんですよ。 結局、経産省は事業者の側に立っている。 事業推進の妨げになるような記述はできるだけ削除させる修正させるこういう基本認識姿勢に立っているということです周辺に住む人々の健康や生活環境よりも事業を優先させるというのが経産省の立場ですだから私はならば環境省がマットをかけなければならないと思うんですがそうなってないんですね資料5に戻っていただきますと経産省から人口密集地,地帯人口150万都市の記述を削除されるよう求められたら一番最後環境省は結局意見の通り削除すると認めてしまいましたそれから資料6経産省から郊外調停の記 削除するように求められた環境省、は了解しましまたこうなってるんですね環境省どうしてこういう結論になるんですか、これでは環境省の責任を果たしたことにならないんじゃないですか、どうすると自分でおっしゃってますけどね、そのとおりのことは起こっちゃってるんですよ、だからね環境問題についてはとおっしゃったけど、これ、今日も時間ないからね、そこいけませんけど、埼玉線物質が以前より増えないように求めたところがばっさり削除されてるんですよ、認めちゃってるんですよね、それ。あの計算書の圧力に屈したらね、私は使命果たせない、もうひよってると言われても仕方がないと思います。 最後に小泉環境大臣こういうことが起こってるってことをご存知でしたかどうしますかこれ小泉環境大臣環境大臣として言うべきことはしっかり盛り込んでいるとは思いますその意見として事業リスクが極めて高いことを改めて自覚し2030年度およびそれ以降に向けた CO2 排出削減の取り組みへの対応の道筋が描けない場合には 事業実施を再検討することを含めあらゆる選択肢を勘案して検討することなどをこの事業者に対して求める厳しい意見を述べていますただこのやりとりの中で環境省と経産省の中での調整を見ればまあこれは私も今までいろんな文言の調整やったことありますがあの絶対に勝ち取らなければいけないものを勝ち取る中でどこで戦うべきかとか、まあ、あといろんな相手ありますけど一文字たりとも変えないことが美学みたいな こういう中で戦っているような世界なども、よくあるなと、この世界は、だからそういったことを含めても、環境省として絶対に言わなければいけない意見を曲げずに、歪められずに言っていく、まあ、交渉力も含めて、ですねしっかりと強くつけていかなければいけないと、ただ、環境大臣として言うべき意見はちゃんと盛り込んであります山下君、まあ、時間、きましたもう終わりますけど、続きやりますけどね、そうなってないですよ。 人口100万都市神戸とか、人口密集地帯、これを削除された後の文書を見てください、伝わりませんよ、具体的なイメージが、引き続きあります、終わります。